どうも皆さん、ドクター歯科衛生士 A2 イ、e、のあかねです。DHYouTube で国試対策。本日は衛生統計その2ということで、えー、今回は衛生統計の中でもですね各種指標という内容でいきたいと思います。指、まあ、指標標と言ってねん指標 えーっ,とーっと、ぜひ思い返してもらいたいんですけど、まあ、代表的なところでみんながよくわかるのはおそらく PCR ですねプラグコントロールレコード、まあ、PCR については実際臨床実習とかでもですねよく、えー、触れたりとか自分で撮ってみたりとか計算したりとかたくさんしてきたと思うんで、まあ、入りやすいところだと思うんですけど、まあ、GI とかね PMA とか PLI とかあの辺のところを、まあ、細かく整理していきましょうということで。 あんまりね、やらない計算もあんまりしないし認証実施でもほとんど見たことのない内容だと思うので、まあ、いまいち入りづらい人もいると思いますが今回その指標とということでやっていきまます。今日も頑張りましょうえ。では問題を読みながらいきますけどまずですね第11回ののの、えー、午前の39番の問題ですね、えー。このようにですね歯、まあ、肉炎に関する指数はどれかということで歯、まあ、肉炎を評価するもの大きく分けてね指標のものは大きく分けて2つ2つに分類する必要がありまして、えー、まずは歯肉炎いわゆる、まあ、P ですよね。 ペリ,オペリオ系に関連する歯、まあ、肉炎の炎症を評価するものとあとは口腔生状態、えー、まさしくそのプ,ラークですプラークを染め出ししてねどのくらい口腔生状態ブラッシング状況いいかなっていうのを評価するもののこの大きく分けて2種類にそれぞれの指標を分類する必要があります、まあ、それがそのままこの歯肉炎に関する指数はどれかってそのまま聞いてる問題ですね、まあ、これはこのままね暗記すればいいところなんですけど、まあ、意外と。 あの学習してないとまだ着スできてないとどれかなっていうふうになっちゃうのでこれをね細かく見ていきたいと思います。でいくとですね歯、まあ、肉炎の評価するための指標はえまずここにありますように PMA インデックスまずこれですね PMA インデックスえそれから GICPI そして PIPDI と、まあ、大きく分けてこの5つをねまず覚えないといけないんですけど、まあ、5つ見た時にえそれぞれどういうのかなっていうのを 想像つきますかねまずそこからなんですけど、まあ想像つくもつかないもね、つけてもらうようにしたいんですけど、まず死肉系の評価、PMA といいますと、PMA、それぞれ P は M は A はそれぞれ何だろうかっていうところです。で言うと、まず PMI で言いますと、まあ、P がまずパピラなので、歯間乳頭部の評価です。まあニ肉と言っても、シ肉を評価すると言っても、まあ、大きくシ肉の部分を大きく3箇所に分けてですね、3部分に分類して、その上で評価していくと。P、歯間乳頭部のところはパピラ。 P えそしてその次は変炎歯肉 M、まあ、マージンですねで付着歯肉アタッチメントの A でアタッチメント付着歯肉でえ歯間乳頭変炎歯肉付着歯肉この3分類に歯肉を分類して評価していくとえつまり、まあ、炎症が一番起きてくるのってもちろん歯間乳頭ですよねいきなり付着歯肉から炎症が起きて歯間乳頭部はもう普通に敷き締まってるってことほとんどないですよね基本は歯間頭からどどんどん下の方にこの顎の方方にに、ね、ここ顎ねう 化学であればこの歯の近くから下の方に炎症が広がっていくわけですよね。で PMA で見ていくということで,でこれでねさらに PMA それぞれ何を意味するかっていうのはもちろん整理したいんですけど最大値それぞれこの評価ね指数で評価する時っていうのは必ず数値化します全て数値化できます。代表的なあのプラクコントロールレコード PCR ですと100%で評価しますよね最大値100%最小値は0%です。 だいいた基本は最小値0なんだけど最大値がいくつかっていうのをこの指標各種指標の場合を覚えなくてはいけなくてですねじゃあこの PMA インデックス最大値いくつでしょうかというと最高値はこれはですねマックス全支部のみで評価する時は34というのが最大値になります。 でこれが全額で評価するときは82、まあ、これはこのままねこのままもう暗記しちゃいましょうえ実際に PMA を、えー、こんな足にこの口腔内写真を示す PMA を計算せよみたいなのは、まあ、ほとんどね出てくることないと思うのであくまでちょっと主観的な評価者による誤差が起きてくるのであんまりそういう評価の点数を自分で出しなさいっていう問題は出てこないと思うんですけど、まあ、最大値がね34。 全支部の場合34、全額の場合82というところはえ結構出やすいところなのでえ、これはチェックしておきましょう。で、次が GI ですね。GI というと、人、え、事、ー、ジジバルインデックスです。人ジ事ジバル死クね。人ジ事ジバルインデックスのことを言います。で、これは数値を全額で見るわけじゃなくて、特定詞だけを見るというのが特徴です。で、この特定詞、もうしょっちゅう出ます。必ず覚えます。624、624です。右上から624、624。 絶対ね自分でこれもう必ずメモしてください624624でマックスはっていうと3です0123で評価していきます0123で評価です繰り返しますけどね、まあ、最大値は3ですよということでで特定の歯だけを評価していきますので右の6番っていう感じでいきますねで次に CPI この CPI なんですけれどもこれ何の省略かわかりますかね コミュニティペリオドンンタルインデックスつまり地域的な歯周、えー、疾患の状況を評価するその地域における歯周疾患の罹患具合がどれくらいかっていうのを評価していくのが CPI ですでこれもう特徴 CPI とくればね出ますかねなんか CPI 想像つきますはい CPI ときますとこのもう CPI プローブですよね CPI プローブしょっちゅう出てきますもう国家試験の定番中の定番ですでこれについてはメモリを覚えなくちゃいけなくて CPI プローブ この CPI プローブ使うっ普通のね刺繍プローブには玉ついてないんですけど、えー、この CPI プローブについては先端に玉がついてましてこの玉の球状がまあ直径 0.5mm ですよね直径0.5ですですからから長さで言うと本当0.5そのまま出てきますのでその1つ目のこのラインですねこここのこのラインの1つ目のコード色のついてる黒いコードに行くまでのところっていうのが3.0までありますのでここまででだいたい玉と合わせて 3.5mm ミリメートルなんですよねだここまですっぽりもし、えー、刺繍プローブポケットプローブした時にここまですっぽり入ってたら3.5ミ、mm、リのポケットがあるということがわかるわけですよねで次にこのコードこの帯自体は2ミリメートルこの黒帯は2ミ、mm、リの長さがありますので黒帯までがすっぽり入っていたら合計で5.5ミリメートルのポケットデプスがあるということがわかるんですね CPI プローブ ぜひ、ね、これイラスト描いてね自分でもすぐ分かるように玉は0.5次が3.5、えー、黒帯まで全部入ったら5.5っていうのは必ず覚える必要がありますで,次がですすね PI で,すでこの PI っていうのが結構注意なんですけど人によってはこのもそもそもねさっきのも話に戻りますけどこの指標インデックスそれぞれは歯肉炎の評価するものなのかそれとも口腔衛生状態評価するものなのかっていうと口腔衛生状態っていうと、まあ、ザ・プラークですよね。 プラークののの付着状状況評評価価すするのが衛生態の評価に使う指標で,すでこの PI っていうのをね、航空衛生状態の指標に使うものと勘違いして選んじゃう人が結構いるんです。というのもやっぱりプラークの P だと思っちゃうんで、プラークの P だと思っちゃうんです。いやいや、これはね、ペリオドンタルインデックスです。ペリオドンタル。ペリオって,って刺繍ですよね。ペリオの方の P です。 これプラークの P じゃないので、これは必ず間違えないようにしましょう。結構間違えるんですね。これはペリオの方の P で、ペリオドンタルインデックスです。で,ですので、何かっていうと大体特徴としては、X 線の撮影をした上での歯周炎が、ね、どれくらい進行しているか、つまり歯槽骨の吸収状況を確認するために X 線の撮影を行うというのがペリオドンタルインデックス PI です。決してプラークの P ではないということを覚えましょう。え次に最後にですね、 これ、ペリオドンタルディズイズインデックス。と PI と、ね、よく似てます。PDI。まあ、PDI の特徴としては、この歯がね、特定されてるっていうことがあります。614、まあ、614というので、さっきの GI は、そう、624、624。こちらの PDI、ペリオドンタルディズイズインデックスについては、614、614で評価しますので、さっきの GI とね、対象子が違うと。1と2っていうので、対象子が違う,違うので、まあ、そこだけね、間違えないようにしたいと思います。対象子まで覚えられるわ オッケーですで、すままあ覚えておきましょうで次はですね航空清掃状態の評価に使う指標を見ていきます、まあ、こちらもですね5つありましてまず1つ目 OHI そして OHIS そして PHP そして PCRPLI ですね、まあ、これそれぞれ5つですねどんな指標だったかなどんな特徴があったかなというのを是非イメージしてみてくださいイメージしてからねあの聞いてもらった方がより頭に入りやすいと思いますのでイメージしてからね一回見てみてくださいいきます では OHI はですねそのままオーラルハイジンインデックスでしてもうこれですこれですもうこのねテーブルが出てきたらそれです大体問題でこのままテーブルが出てきましてこの結果の OHI はいくつかということで計算をさせる問題が大半出てきます OHI と言いますと DI+CI プラスというのが OHI の数字が出てきまして DI と言いますとデブリスインデックス デブリススインデックスです、まあ、いわゆるプラークとか歯考とか余計な付着物のことですねそれを DI で評価しますそして CI というのはカリキュラスインデックスなので史跡のことですね DI とプラークの指数と歯石のこの合計それを足したものが OHI であるということでさこちらも最大値がそれぞれ覚えなくてはいけなくて OHI の最大値は とということで出てきます、まあ、細かいあの問題については次の問題が OHI の問題出てきますのでそこで一緒にですね計算方法は確認したいと思いますで次そのままですね OHIS に行きますけれども OHI の simplified つまり OHI の簡略形式のものですので OHI の場合だと一応全ての歯が対象ですただここで注意ですけど第3第9子いわゆる親知らず知については数字の中計算の中には入りませんそれが OHI もちろんんいいままます OHI は第三を入れません評価対象外にしていますでこの OHIS というのは OHI が基本7から7までね全ての歯が対象としているのに対して OHI のシンプリファイド OHI の簡略化というのが OHIS ですので616616ということで右上からね評価していきます対象者が決まっているということでさらにその科学の66については絶足を評価します え、その他の価格の六六以外の右上からの六一六と一というのは、競速を評価するというところを必ず覚える必要があります。いいですか？OHS i は六一六六一六価格の六六だけはゼ速、他は競速を評価します。で、こちらも最大値なんですけど、まあシンプルにファイドなので、OHI は最大値十二、OHS i はその半分ということで六ということで数字を出すことができます。 で次、PHP ですね。PHP と言いますと、これはペイシャントオーラルハイジンパフォーマンスというので、どれくらい綺麗に、ね、磨けるかっていう、ペイシャント、患者さんのハイジン、衛生状態のパフォーマンス。 えー、なんていうんですかね、まあ、パフォーマンスそのままですよねパフォーマンスブラッシングのうまさを評価するというのが PHP ですでこれはもうそのままドーンと歯が出てますけど歯一面に対して、えー、それを5分割にして評価するということ5分割に評価して、えー、それぞれ赤く染まったところをですね例えば、まあ、ここ赤く染まったところで何個123455分割あってそのうちいくつどいくつの面が、まあ、プライクが付着しているか ブラグいいてててるかなっていうのの評価していくのでマックスは5点ででで、評価できますで。これもですね PHP もですね対象詞が決まっておりましてこれは616616で評価しますというとさっきの OHIS とね同じなんです PHP と OHIS は同じ部分を評価しますのでこれね必ず覚えましょう PHP と OHIS は同じ対象詞それは616616です では次 PCR こちらは大丈夫ですよねこれはもう最大値100で最小値0%で見られるプラークコントロールレコードです一つの歯を4分割して考えるという考え方でしたねそして最後これが p l y さっきの歯肉炎の評価するときには PI ペリオドンタルインデックスでプラークインデックスプラークの P じゃないですよと言いましたプラークの場合の P ですと PL プラークの PL がそのまま入っているプラークインデックス PLI になりますでこれも PLI がですね これは基本的に GI とともに使われることが多いです GI さっきのね死肉園評価する GI デンジバルインデックスと一緒に使われることが多いです ブラック状況を見るときは PLI。死に系の状態、出血の状況を見るときが GI というので、両方一緒に使うことが多くて、なので対象子が同じです。GI は右上から624、624でした。ですので PLI もそれと同じで、624、624で評価します。で、MAX はですね、PLI の場合ですと、0、1、2、3、4、5までの評価になりますので、最大値は5ということになります。ここまでね、一緒に覚える必要があります。えそれぞれ、 ま,あまずはですね航空清掃状態とを見るものなのかそれとも歯肉炎歯周病の状態を見るものなのか歯、まあ、肉炎の状態を見るものなのかというところを評価してもらって、えー、分類してもらってそれぞれの最大値そして特徴を必ずここで頭に入れておきましょうではその上で先ほどの問題にですね戻ります歯、えー、肉炎に関する指数はどれかということではいこれはもうこのままね今お話しした通りですのでそのまま言ってもらいますと歯肉炎の状態を評価するのは B のの PMA ですね。PMA、想像してください。P が歯間ニュート、M が変異しに肉、A が付着しに肉、それぞれで評価しますよ。最大値と最小値、ここまでね、またよく思い出してもらいたいと思います。で、3番、C の PLI、プラークインデックス、思考の状態を見るものである。D が OHI、これも思考の清掃状態を見るものであると。で、A の CFI というのは、コミュニティフローシスインデックスですので、フ、ま、ッ、あ、素症ですね。フッ素症が、 ま、どれくらい広がってるかっていう、不訴訟の状態を見るのが CFI です。ということで、はい。指数はこれで OK ですね。じゃあ次にですね、OHI の計算を一緒にしていきたいと思います。OHI 計算ですね。で、これにありますように、まず DI と CI とそれぞれブロックが分かれていて、OHI というのは DAI と CI の両方足した、この合計が OHI になりますので、まあ、それぞれを計算してですね、最後足すという行動をやっていきます。で、これはもうすでにですね、 これ半分数字が入ってますけど必ずこのまあ競速と左側競速で基本右側は絶速みたいな感じで書いてありますでこれは少し優しくしてあって、えー、この難易度を上げるとするともうすでにこれ数字が抽出されてますよね自分でこの数字を抽出するところからやるのがまあ基本のところですだから前支部というとこれ3から3からですよねで早速の9支部だとまあ4から6 とえー、右足ののも4からとうので、えー、ここにある数字の、まあ、それぞれの最大値をね出していくとで競速の場合の最大値絶速の場合の最大値ということで両方出していかないといけないだから数字をこう丸をつけてね、えー、探していくような感じになりますでこれはもう合計がさすとも出てますので、まあ、自分でこう足す必要もないということになっていますでブロックとしてはこれはもう6ブロックですよね 1, 2, 3, 4, 5 6分母は、ね、6になるんですね6分のえそれぞれこれを足したもの 11+1+0+1 というのが6分の3っていうのとこれも同じように6ですよねブロックは123456になりまして、まあ、合計がもうありますんでこれはもう 0+1+0+2 ってことで6分の3なので、まあ、これを2つ足すと6分の6ということなのでイコール1.0というので 答えは、OH、I の値は OHI のとということで答えは A の1ということになりますでこれが例えばですね例えばですよこれが OHIS を求めろと OHI ではなくて OHIS を求めようと求めなさいと言われた時にはさっきのだ最大最代表値ですね616616というので化学の6だけが絶則ってことですよね。 カーの6だけです。あとは強速っていうので、でこれ616って見事にですね、ちゃんと右上の6番がここ、右上の1番がここ、左上の6番がここ、左下の6番がここ、左下の1番がここ、右下の6番がここということで、ま一、あ、つずつもう代表値が出てるわけですね。その歯を見たら、その歯がイコール代表値だということになりますので、他の歯がね、たとえ、さ 2とか3とかあったとしてもそれを無視してその派の数値だけ取ればいいというのが OHIS の考え方なので6の数字をそれ,れ入れるんですねで、強速とか絶速で強速だけの数字を入れればいいのでこれの場合のこのブロックがあ、ちょっと間違えちゃったこういうブロックがまあできるわけですよねこれの DIS つまり DIS って感じになるわけですよね DIS はい、で え考えるとこれがまあ一体いくつなのかっていうのこれが 6, 6とは限らないのでわからないんですけど6のそれぞれ2とか、えー、右上1番の競速が1だったら1だし左上の6番の競速が2だったら2だし左下の6番の絶速が2だったら2左下の1番の競速が1だったら1右下の6番の絶速が1だったら1みたいな感じで足していく。ということでこれでまあ計算できるということですね。 で、それぞれ最大値が違うよというところまで、ま、あ確認しないといけないんですけど、一応 DIS と。で、これ DIS なんで、同じように CIS もブロック作ってあげて、足せば DIS と CIS、OHIS が出るということになります。ま、あ計算問題、これで大丈夫ですね。で、次はですね、またちょっと練習問題ですけれども、これは第20、いだ第二十回の午前21番の問題ですね。で、これは清掃状態さ指す指数の審査部位の一部だよと。こんな感じで出すんだよというので、あ、これはあの、インデックスだなーっていうのをまず、 見極めててもらってでこの指数について説明正しいのはどれかというのでまあ要はもうこれが出てますからあ,あこれ一つの歯をご分割にしているあれだあれだというので見てもらいたいこれつまりこれはそうですね PHP のこと言ってますよね Patient h i g i n Performance の PHP で出してます一つの歯をご分割にしてそれぞれどこがくっついてるかなってだから例えばですよさっきの例でいくとこことこことここまで プラーがついてたら、これはつまり1、2、3、3点ということで評価できるんですね。で、マックスは1、2、3、4、5、マックスは5だけどね、ということになります。で、それぞれまあ選択肢を見てもらうと、どうでしょうか。A、6指を評価者対象とする。B、思考と指摘を調べる。C、思考染色液を用いる。D、最高値は6である。さあ、どうでしょうか。まず評価指は PH、PHP の場合、評価は OHIS と同じ部位になりますので、6 とということになりますでまあ12345676種対象良さそうですよねで歯垢と歯石を調べるじゃなくてこれは単純に歯垢だけを見るのでこれは違います歯垢と歯石両方を見るのは OHI ですねで歯垢染色液を用いるその通りですどのどの,どの部分が染め出されたかっていうのを評価しますので染色液使いますで最高値というのは5ですよね12345ということなんで答えは A と, C ということになりますこれが PHP の特徴そのものですね。まあ、こんなふうに問題としては聞かれますんで。じゃあ最後問題、もう一度練習問題です。25回の午前20番の問題です。OHIS、つまり OHI のシンプルファイド OHIS の簡略、OHI の簡略版ですと、まあ、PLI で評価する種種が同じなのはどれか。 まあこんなふうに聞かれますからやっぱり対象詞が決められている指数についてはえそれぞれの対象詞はバッチリもう分かってねマッチングさせてくださいでちなみに OHIS というとさっきと同じですね PHP と同じ616616を評価しますで PLI はどこでしたっけ PLI は GI と同じところで624624を評価するよということでかぶってくるのは6ですよね6です その上でどれだって言われるとかぶるのはこことここですよねつまり16と36というのが答えになります、まあ覚えてしまえばね何の問題もない問題ですというところで今日の内容はこんな感じで指数でした、まあ、覚えてしまえば何にもないんですけれどもいまいちコツとかねあこれこれこうだっていうのがあると思うんでまあぜひ一回で覚えてもらって何回か問題解いて確認してもらえればいいかなと思いますそれでは今日はこの辺で またお会いしましょう。要望などありましたらぜひコメントに出てください。お待ちしてます。